山中貞夫は日本の映画監督、脚本家である。サイレント映画からトーキーへの移行期にあたる1930年代の日本映画を代表する監督の一人であり、28歳の若さで亡くなった天才監督として知られる。わずか5年間の監督キャリアで26本の時代劇映画を発表したが、今日までフィルムがまとまった形で現存する作品は、 丹下左前世は百万両の壺、高知山総春、人情史風船の三本しかない。1928年に、時代劇スターの嵐勘十郎主演作品のシナリオライターとして、キャリアを始め、1932年に22歳の若さで、磯野玄太抱え根の長脇差しで監督デビューし、一躍批評家の注目を浴びた。その後、小判しぐれ。 万学の一生、風流活人権、国定中治、町の入れ墨者などを監督し、多くの作品が、批評家に高く評価された。サイレント時代は、字幕と画面の組み合わせによる、独特の映画技術を確立し、陶器時代は、時代劇に現代劇の感覚やスタイルを取り入れた、曲げをつけた現代劇と呼ばれる作品を手がけた。また、 小津安二郎をはじめとする多くの映画人と盛んに交流し、1934年には進行を結んだ京都市鳴るたき在住の映画人とシナリオ執筆集団鳴るたき組を結成し、梶原金八の共同ペンネームで20本近くの時代劇映画のシナリオを執筆した。1937年の人情史風船完成直後に、 日中戦争に召集され、翌1938年に、中国の開封市で占領死した。1909年11月8日、京都市下行区、高倉通松原下がる日の下町37番地に、父、山中貴蔵右衛門と母、よその六男一女の抜子として生まれた。慶氏は、長男、作次郎、次男、一太郎、長女、友、三男。 喜三郎、四男、佐田次郎、五尾、清蔵である。山中家は、法歴年間から、若狭屋を名乗って、七屋を営んだが、祖父の五代目、作次郎の代には、京都の土佐藩邸の掛け家屋を務め、前藩主の山内妖道の御用紙も命じられた。木三江門も、少年時代に故障として、土佐藩邸に出資し、妖道に、英語や酒の色派を指南されるなどして、 可愛がられたが、明治維新号は家業を継がず、扇子の製造販売を行う、山中白扇堂を立ち上げ、アワビ貝を骨に貼り付けたラ電の扇子を海外に輸出して成功した。木山家門は40代になると、早々と隠居し、長男が7代目作次郎として家業を継ぎ、作次郎が幼い貞田男の父親代わりとなって、面倒を見た。また、長女の友は、 加藤家にとつぎ、息子で映画監督の加藤康史を生んだ。1916年4月、山中は京都市立帝京尋常小学校に入学した。この頃の山中は、休みに、兄弟たちと新京国で、芝居や映画を見物したり、近所の報告神社の裏で、連続活劇の真似をして遊んだりしていた。1922年には、京都市立。 第一商業学校に進学した。同級生には後に仕事を共にする脚本家の藤井、茂次がおり、一年先輩には映画監督の牧野正弘がいた。藤井によると、学生時代の山中は勉強をほとんどやらず、教室では居眠りをしたり、教科書に漫画を描いたりしていたが、それでいて成績はクラスの注意以上をキープしていたという。この頃には、 映画熱が強まり、小遣い銭をもらうとその大半を映画見物に費やした。また、商業学校の映画愛好家たちと、ドリームランドと題した映画パンフレットを発行し、そこに、十千白道期間という終作シナリオを連載した。1927年、商業学校5年生の山中は、映画監督になることを決意し、巻のプロダクションの若手スターで、 新進監督だった先輩の牧野正弘に手紙を出し、同社への入社を希望した。さらに、牧野の自宅を訪れ、正弘の父親で牧野プロを主催する牧野正造と面談し、入社を認められた。同年3月、山中は第一商業学校を卒業したが、同校では卒業論文を書くという大学並みの制度があり、山中は、 商品としての活動写真という論文を提出した。そして4月に牧野プロの語室撮影所に監督志望で入社し、大本部へ配属された。大本部は各地の死者や常設館に送る新作のレポートを作成する部門で、そこには全作品のシナリオが集まったため、脚本の勉強をするには、うってつけの場所だった。山中も大本部の作業に没頭しながら、 たくさんのシナリオに目を通し、脚本作りの勉強をした。牧野プロでは、従業員が、ペンネームを名乗ることが多く、山中もそれに習って、シャドウザタフというペンネームを名乗った。入社から2ヶ月後、山中は、助監督部へ配属され、牧野プロの代表監督である、井上金太郎監督のお盆用の特作映画、色はかな四ツ谷怪談で助監督を務めた。 当時の助監督は、監督の補佐だけでなく、ロケ先の会計、俳優の出迎え、野獣馬の整理などの雑事も任され、撮影がうまく進行するために走り回らなければ、ならなかった。しかし、山中はロまで、いつも何もしないで監督の後ろに立っているだけで、隙あらば、カメラのファインダーを覗こうとして、カメラマンに追っ払われた。いつしか、山中は、 ダメな助監督として撮影所内に知れ渡り、どの監督からも声をかけられなくなってしまった。それでも撮影所は忙しく、会社としてもこのまま山中を遊ばせるわけにはいかなかったため、山中は新人監督の小石栄一などの組に着いたりして、助監督一年目を過ごした。1928年、なかなか監督から声がかからなかった山中は、それを見かねた。 牧野正広の組に着くことになり、毛合い取り、老人街、第一話美しき獲絵物などで、サード女監督を務めた。しかし、何をやらせても呪まで、役に立たなかった山中は、女監督として落第だったため、他の女監督たちにどんどん先を越されてしまい、監督昇進のチャンスを見過ごしていた。それにもかかわらず、山中は、容量よく、 動こうとしたり、会社に監督昇進を頼み込んだりはしなかった。この頃の山中は、先輩女監督の吉田晋三と仲良くなり、暇さえあれば、お互いの下宿に寄りあって、シナリオ修行に励んだ。この時に二人で、現代劇のシナリオ、街角行新曲を共同執筆し、牧野正宏に賞賛されたが、諸事情で映画化には至らなかった。 時代劇スターの嵐勘十郎は山中を脚本家または監督としてデビューさせた。1928年10月、山中は牧野の勧めで牧野プロから独立した嵐勘十郎の独立プロダクションである嵐勘十郎プロダクションにシナリオライター賢女監督として入社した。牧野によると撮影所の人たちの山中に対する ノロマナ女監督というイメージは相当深く根を下ろしており、このままでは出世は望めそうにもなかったため、転写を進めたという。カンプロは、歌詞スタジオの並びが丘撮影所で映画を作り、片岡知恵蔵などの独立プロ4社と、日本映画プロダクション連盟を結成して、自主配給に乗り出したが、すぐに経営難となり、他の独立プロが、次々と解散する中、カンプロも、 連盟の画界で自主配給の道を断たれ、撮影所も追い出され、さらにはスポンサーに逃げられて困窮した。山中が入社したのは、そんな自利品の時であり、その日の宿賃や、飯代を手に入れるために缶十郎のブロマイドを売り歩き、タバコも手に入れられないことから目拾いをした。山中の入社後、カンプロは、貧血状態の中、 奈良の旅館を拠点にオールロケで、大江戸の闇と、奇神の血煙を撮影した。山中は、大江戸の闇でチーフ女監督を務めたが、奇神の血煙ではシナリオを執筆し、山中にとって、初めての映画化されたシナリオとなった。しかし、1928年末にカンプロは解散となり、大江戸の闇は、大晦日に公開することができたものの、奇神の地煙は、 配給が決まらず公開できなかった。山中はあるもの全部を室に入れて買った。記者賃だけを渡されて、勘十郎や従業員たちと別れ、12月26日に京都の実家に舞い戻った。それから山中は両安寺の近くの寺に下宿し、そこにこもってシナリオの勉強に打ち込み、本を書いては友人に見せて酷評されるというのを繰り返した。 やがて学問が足りないことを痛感して、昼は図書館に通って本を読み、夜は私塾で文学を教わり、その合間にシナリオを書くという生活を送った。山中は老老の実で、タバコ代にも不自由する中、寝食も忘れてシナリオに心を走らせ、ある日に気が向いて兄の作次郎のもとを訪れた時は、まず散髪して、 風呂屋に行ってから家に上がれと言われるほど汚い身なりをしていたという。1929年初頭、勘十郎は東亜キネマに主演俳優として入社し、2月に同社の配給で奇神の血煙がようやく公開された。山中は勘十郎から再起やおいでという伝報を受け取り、3月に東亜キネマにシナリオライター研助監督として入社した。 同社で最初の映画化シナリオは7月公開のおさらぎ、二郎原作のクラマテングである。11月には佐々木密造の時代小説、うもん、鳥物町シリーズの第一作を脚色した右門一番手柄南番幽霊が映画化され、この作品で初めて批評家に脚色の上手さを評価された。同年12月1日には一年志願の幹部、 候補生として、福知山市の不評、第20連隊に入隊したが、兵衛中も、勤務の合間に、うもん、鳥物町6番手柄、倉間天狗解決編、成平小僧、うもん、鳥物町10番手柄の4本の勘十郎映画の、シナリオを執筆した。うもん、鳥物町、倉間天狗、成平小僧はいずれも、勘十郎の当たり役となったシリーズとなり、これにより山中は、 関十郎の雑記作者としての地位を確立した。1930年11月、山中は陸軍風評五町で満期除隊し、東亜キネマに現場復帰した。1931年3月、関十郎の独立の動きが表面化し、その結果東亜キネマ社内に独立プロを設立することになり、 当時両安寺近くの下宿で、ストックのシナリオの執筆に没頭していた、山中もこれに参加した。同年8月には貫重郎がついに、東亜キネマを離れ、新興キネマとの提携による、嵐貫重郎プロダクションとして、完全独立し、9月に、古巣の並びが丘撮影所で、映画制作を始めると、山中も、やはりこれに同行した。 この状態後から第二次カンプロ参加にかけての約1年間、山中は、カンジュロウの雑記作者として、ウモン、鳥物町、クラマテング、ナリヒラ小僧の3つのシリーズ作品を中心に、シナリオを書き続け、山中に対する評価も高まっていった。当時の山中のシナリオの大部分を監督したのは、カンプロ唯一陣の監督だった、西名熊彦であるが、山中は西名から、 映画のカッティングの方法を学んだ。1931年12月12日、22歳の山中は、勘十郎の強い推薦によって映画監督としてデビューすることが発表された。勘十郎は山中を抜擢した理由について、私の好奇心も手伝い、山中を早く監督にしたい、年は若いが彼なら、きっと良き仕事をするに違いないと述べている。 山中の初監督作品は、長谷川真のまたたび者の時代小説、玄太しぐれを原作とした、磯野玄太かかえねの長脇雑誌である。山中は監督デビュー発表前の11月頃に、シナリオを書き上げ、12月いっぱいかけて、撮影を行い、翌1932年2月4日に封切られた。当時の勘十郎映画は、B 級娯楽映画とみなされ、 批評家たちはほとんど度外視していたが、この作品を偶然目にした、映画批評家の岸松尾が衝撃を受け、キネマ旬報史上に、我々は、これの映画によって、山中貞夫という一人の優れたる監督をば、新しく発見し得た、近来になく好き感のない傑作時代劇であると、絶賛の批評文を掲載した。これによって、山中の名は一躍脚光を浴び、作品は、 キネマ旬報ベスト10で8位に選ばれた。磯野玄太かエネの長脇雑誌の公開後、山中はカンプロのエース監督として1932年中に5本の作品を監督した。監督2作目の小判しぐれも、長谷川新原作のまたたびもので、再び騎士に、ますます彼の芸術的未来を確信すると高く評価された。騎士とは、同年夏に、 京都で初対面し、それ以来友人となった。3作目の小笠原生き守るは、幕末の老中の小笠原生き守るを主人公にした政治ドラマで、超特作として作られた。もともとは、西名熊彦の監督作として予定されていたが、西名が勘プロを退社したため山中が監督することになった。ここまでの3本は批評家や知識層から高い評価を、 受け、それまで B 級娯楽映画会社と思われていたカンプロの作品の質が向上したと言われたが、それとは反対に子供中心の勘十郎ファンには、不評で、工業成績はあまり良くなかった。そのためもあり、この後に撮影した、口笛を吹く武士、右門、鳥物町30番手柄隊時溶けぶを、天狗会場前編の3本は、娯楽本位の作品へと転換した。 同年9月には、不死身不覚差の不評第9連帯演習のために2週間入隊した。天狗会場全編完成後の11月、山中はカンプロの親会社にあたる進行記念前、転写した。同社では、白井教授の連載小説、万学の一生の映画化企画を提出したが、会社側と意見が衝突して実現せず、 結局監督作を一本も作ることはなく、12月19日には、退社して日活へ移り、渦政撮影所の時代劇部監督となった。当時の日活は、時代劇部の看板監督だった、伊藤大輔を、はじめ7人の監督や俳優が、連米退社したばかりで、その穴を埋めるために、スタッフの引き抜きに乗り出していたが、山中も、日活関西支店の社員に、 スカウトされて入社した。この時、カンプロ時代から山中とコンビを組んでいたカメラマンの吉田聖太郎と助監督の萩原良も山中と一緒に日活入りしているが、山中の月給400円には、この二人の給料も含まれていた。山中の日活入社第一作は、大川地風二郎主演の、薩摩美客健康愛欲編である。これは、伊藤監督の、 薩摩飛脚東海編の続編であり、伊藤はこれを取って、日活を退社したため、山中にその続編を取る話が回ってきた。そういった経緯もあり、山中の健康愛欲編は、伊藤の東海編と比較されたが、伊藤と遜色ないどころか、それをしのいでいると評価された。また、日活入社当時の山中は、スタッフたちから認められず小僧扱いされ、 健康愛欲編の撮影中も悪口を言われたり、演出の指示を出しても無視されたりしたが、健康愛欲編の書内死者をしてからは書員たちの山中に対する態度が一変し、撮影所内での山中の位置を確かなものにした。1933年4月には、念願の企画。 万学の一生を監督することが決定し、大川千風二郎の主演で5月に撮影を行った。この作品は就職活動をする老人の味側、万学が様々な社会の欺瞞や嘘に騙され続けるという内容で、批評家からは、内田トムの仇打選手や伊丹満作の国志無双と並ぶ風刺時代劇の傑作や、この映画が山中貞夫個人としても、 空前の佳作であり、日本映画の一つの新しい外科であることには意義がないなどと称賛された。しかし、内務省の検閲で、いくつかのシーンがカットされ、さらに日活にも自主規制でカットされ、十分な宣伝も行われなかったため工業成績は不調となり、山中はひどく傷ついたという。同年後半は、おさらぎ次郎原作、大河内主演で、 全中後編の三部作となる、ネズミ小僧、ジロ吉のシナリオ執筆と撮影に時間を費やした。同年度のキネマ旬報ベスト10では、万学の一章が7位、ネズミ小僧、ジロ吉が8位に選出された。小津ヤ二郎は、1933年から山中と親交を結び、山中の作品にも影響を与えた。1933年6月、 山中は、牧野時代の先輩だった、滝沢栄介と親しくなり、滝沢を通じて、松竹京都撮影所の監督だった、井上金太郎が温度を取って結成した、監督8人会の一員に加えられた。監督8人会は、各社の時代劇映画の新鋭監督たちがなんとなく、月1回くらい集まってのみ語るために結成された、差し詰め芸員クラブのような懇親会で、 山中以外のメンバーは、井上、滝沢、荒井良平、並木京太郎、松田貞治、石田民蔵、秋山耕作だった。ネズミ小僧、ジロ吉撮影中の同年10月には、井上の紹介で、松竹蒲田撮影所の監督の小津安二郎と知り合い、気温で酒を飲み、映画の話をして、人夜を明かした。 小津はその時の山中の印象について、忙しい中を風心地で、悠々風を明かしたその富豪のよろしさ。その後ろ姿に僕は誠に好ましいしぶとさを感じた、と述べている。1934年1月7日、山中は修学旅行以来となる東京へ行き、翌日に、キネマ巡報社に勤務していた岸を訪ねた。山中は岸に連れられて、 松竹蒲田撮影所を訪れ、そこで、小津と再会し、小津の親友である、清水博士と初対面した。山中、小津、清水、騎士の4人は、たまたま東京に遊びに来ていた井上を加えて、湯河原温泉の旅館で大いに飲み語ったり、横浜本木の,の茶部屋へ行ったりして遊び回り、交友を深めた。さらに山中は、 おずたちの紹介で、映画批評家のはずみつねを、脚本家の野田孝吾、画家の岩田千太郎と知り合いになった。この時、以来、山中とおずは、最も深く親しい友人となったが、山中は、おずの作品にも強く傾倒し、その影響を受けるようになった。京都に戻った山中は、日活と提携していた、片岡千恵蔵プロダクションに出向し、その主催者である、 片岡智恵蔵主演の風流活人権を撮影した。この作品では、長屋で暮らしながら、親のあだを探す、老人の恋を描いており、その題材や設定などには、おズの現代劇、出来心の影響が見られた。批評家からは生活描写や、心理追求の面で好評を受け、キネマ旬報ベスト券では5位に選ばれた。 この作品の公開後の3月18日には再び上京したが、前回の上況で本目の茶部屋の異国情緒あふれる雰囲気を気に入った山中はいきなり本目の茶部屋に旅装を解き、そこから清水に電話をして唖然とさせた。その後におずと会い、一緒に歌舞伎を見物したり、深川のおずの家に泊まりに行ったりして、約1週間の東京滞在を楽しんだ。 1934年3月から4月にかけての頃、山中は、京都市右京区なるへ転居した。当時のなるには、監督の稲垣博史、滝沢英介、鈴木桃作、脚本家の矢広富士、三村慎太郎、旧知の藤井茂氏が住んでおり、山中は彼らと交友を深めるうちにその人柄と、なるの空気の良さを気に入り、移住することを決めたという。 山中が鳴る滝に移住してからは、彼らとの交流がますます深まり、よくみんなで集まっては飲みながら、映画の話をした。そのうち山中たちは、日活をやめて、失業状態となっていた滝沢に、仕事のチャンスを与えるために、うもん、鳥物町210日のシナリオを、共同執筆した。この時の執筆者は、山中、稲垣、八弘滝沢の4人で、 梶原錦四郎という共同ペンネームを名乗った。これをきっかけにして、山中たち鳴滝在住の映画人は、鳴滝組というシナリオ執筆集団を結成し、みんなで集まって、時代劇映画のシナリオを書くようになった。同年7月には再び山中、稲垣、弥弘滝沢の4人で、鳴滝組の2作目となる、小石栄一監督の勝ど時のシナリオを、 共同執筆したこの作品から鳴滝組は、梶原金八という共同ペンネームを名乗り、初期メンバーの山中、稲垣、滝沢、八ひに、三村鈴木、藤井、そして山中を慕って、鳴滝に移住した後輩の萩原良を加えた8人のメンバーで、1937年までに、鳴滝組同人や友人たちが監督した20本。 近くの時代劇映画のシナリオを共同執筆した。梶原金八は、いつも八人が全員集まって執筆したわけではなく、その都度手の空いている人たちだけが集まり、旅館にこもったり旅行を楽しんだりしながら、旅先でみんなでアイデアを出し合って、シナリオを執筆した。シナリオの執筆や構成は常に、山中が中心におり、山中が執筆に関与していない。 梶原金八作品はたった2本しかなかった。そのためアヒロは、ナルタキ組、梶原金八は山中を軸として回転していたと言っていいと述べており、稲垣も、梶原金八のカラーは山中によって作り上げられたと述べている。ナルタキ組を結成した頃の山中個人の活動は、まず4月に、新人監督の尾崎純のために、 ヘリくだりのリシチのシナリオを執筆し、その次に再び、知恵プロへ出向し、6月に、地震初のサウンド版作品となる、一世や十人原作の、アシガル譚を撮影した。8月には、日活時代劇の周期対策を予定した、荒木又絵門のシナリオを執筆し、地震初の初の陶器作品として監督する、はずだったが、 日活社長の中谷定よりに尺数と撮影日数を制限するように命じられ、それが原因で制作部長兼脚本部長の長田正一が中谷と衝突して辞任するという騒動が起き、その影響で制作延期となった。この頃に撮影中だった丸滝組2作目の勝時も分裂騒動の余波で撮影が遅れ、 さらに監督の小石が3分の1のシーンを取り残したところで演習召集を受けたため、なるたき組のメンバーと相談の末、山中が応援監督として残りのシーンを撮影した。9月には荒井監督、大河内主演の水戸黄門、雷国継の牧のシナリオを執筆した。荒井監督の水戸黄門は雷国継の牧と密書の牧 知人の牧の三部構成になるが、山中はそのすべてのシナリオを執筆している。大下左前世は百万両の壺撮影時のスタッフや、キャストとの記念撮影。中央の子役の顎を触っている人物が山中である。1934年10月、山中は、鳴滝組の三村と萩原の三人で、伊豆へ温泉旅行をしながら、 ガンタローのシナリオを執筆し、梶原金八原作によるナルタキ組作品とした。ガンタローは、親分を振って逃げた茶屋の釈夫と、検証金目当てに釈夫を捕まえた流れ物が繰り広げる恋愛道中期である。この作品は三度目の知恵プロの監督作品で、10月から11月にかけて撮影を行った。山中にとって、 初めてのトーキー作品となり、知恵プロ技師の塚越重春が作った、塚越式トーキーを用いたが音声技術は不十分で、俳優の発声や音と動作の一致もうまくいかなかった。それでも作品は、好評を受け、キネマ旬報ベスト10では10位に選ばれた。これ以後の3中の監督作品はすべてトーキーで作られ、シナリオは、三村とのコンビが中心となった。 同年12月には、三村と銀閣寺近くの宿屋で、大河内主演の、国貞忠治のシナリオを執筆し、12月後半から、翌1935年1月にかけて、日活渦政撮影所で撮影した。国貞忠治は、新州の旗号舞台にして、石書を破って逃げ込んだ、国貞忠治と、様々な事情を持つ泊り客たちの人生模様を、 描いた作品である。この作品は日活が導入していたウエスタンエレクトリックのトーキー方式を使用しており、ガンタローカの時よりも録音技術の質が大幅に向上した。批評家からは歌や音の効果的な使用や会話が自然であることなど、前作で見られなかったトーキーの表現技法が成功していると高く評価された。騎士松尾は山中貞 国定中治によって、陶器作家としての進化を明らかにした。これは、日本陶器の一つの勝利であると表し、飯田心美は、1935年現在までにおける、日本陶器傑作の一つと呼んだ。また、キネマ旬報ベスト10では5位に選出された。1935年2月、山中は、ナルタキ組メンバーの藤井と稲垣、それに、井上、秋山。 新井の6人で、福井県のあわら温泉へ旅行し、そこで3本のシナリオの執筆に関与した。旅行から戻ると、日活での次回監督作、丹下左前よは100万両の壺のシナリオを三村と完成させ、4月から6月まで撮影した。この作品は、林不暴原作、伊藤大輔監督と、大河内主演の丹下左前第一編と、 丹下左前第二編剣劇の末期に続く完結編として企画されたものだったが、伊藤の日活大社で山中が後を引き継ぐことになった。丹下左前は大河内の当たり役で、伊藤作品では悲壮感のある英雄として描かれたが、山中はそれとは全く異なる人情味のある庶民的なキャラクターに変え、コメディ仕立てに描いた。そのため、 林不法側から原作と内容が大幅に異なると抗議され、やむを得ず、タイトルに、弱をつけ、本筋とは違う作品ということにして公開された。同年6月末、山中は、稲垣と、関の矢たっぺを、共同監督した。作品は、日活のお盆工業用の目玉商品として7月、上旬の完成を目指したが、 大雨で撮影所が浸水して使用できなくなり、それで完成が間に合わなくなったこともあり、わずか12日間で作品を取り上げ、予定の冬切り日に間に合わせた。この前後には、自分の仕事をこなしながら、梶原金八で、滝沢監督の、大鼓器、東吉郎総卒の巻、荒井監督の、ずっかけ侍のシナリオを、共同執筆した。関の矢立っぺ、 公開後の夏には、滝沢、八弘、井上、秋山、並木と共に長い旅に出た。一行は、飛騨山から小竹を越えて、上高地へ出、それから箱根、熱海、東京、絹川温泉などへ足を伸ばした。旅の途中には、小津や清水も合流し、みんなで大いに飲み騒ぎ、夜を徹して、映画を語り合った。この旅行には、三村と、 稲垣も加わり、梶原金八で、井上監督の、ケタグリ温度前後編のシナリオを、共同執筆した。日本映画監督協会発足時の記念写真。前列左から三人目の口ひげを生やした人物が、山中である。1935年春の、丹下左前夜百万両の壺の撮影中、山中は、稲垣や、 同作の出演者の沢村邦太郎と共に、全身座の俳優たちが出演した、池田富康監督の清水次郎長の撮影を見物した。全身座は、歌舞伎界の冒険性に反旗を翻した四代目、河原崎長十郎や三代目、中村勘右衛門などの歌舞伎俳優が結成した、劇団で、同年に日活というニット制作の契約を結んでいた。 山中は全身座の若々しさや、謙虚さ、芸道修行の熱心さに感心し、彼らと一緒に仕事をしたいと思うようになり、自分から進んで全身座との仕事を申し出た。山中と全身座の最初の提携作品は、長谷川信玄作の街の入れ墨者で、山中が単独でシナリオを書き、1935年9月から10月にかけて撮影を行った。 町の入れ墨者社は、前科者であるがゆえに、世間から冷たい目を向けられる男の悲劇を描いた作品で、長十郎がその前科者、伊藤衛門が彼をかばう議定を演じ、前進座のお山の五代目、河原崎国太郎を芸者役で起用するという、野心的な試みも行われた。作家の川崎長太郎が、日本において、写実主義の映画と名を付けられる。 最初の作品と称賛したように、批評家からは、時代劇映画における、リアリズムの到来を実感させる作品と高く評価され、特にリアリスティックな生活描写や自然な日常、会話などを褒められたが、お山の起用は不評だった。キネマ旬報ベスト10では2位に選出され、工業的にも成功を収めた。街の入れず者完成後の10月末、山中は、 完成をせかされていた稲垣監督の大菩薩峠第一編高原一刀流の牧の応援監督に駆けつけた。その間には予備役の教育招集を受けたが入隊は延期されている。11月には大河内主演の次回監督作怪盗白頭金前後編のシナリオを三村と執筆しすぐに撮影を始めたが撮影中の12月7日には 母のよそが68歳で亡くなった。母思いだった山中は、1925年に父を亡くしてから母に育てられ、独立してからも一緒に暮らしていたため、母の死に対する落胆は激しかった。怪盗白頭金は、雲霧二左衛門の物語をコメディ仕立てに映画化した作品で、それまでの山中作品と同様に明るい内容だったが、 母を亡くしてからの作品は、内容が、多少暗いものになっていった。1936年1月、母を失った山中は自宅に、一人いることに、寂しさを感じ、木の先温泉へ行って、スキーをした。そこへ、なるたき組メンバーの稲垣、やひ滝沢が合流し、鳥取県の海景温泉で、滝沢監督の、宮本武蔵地の巻のシナリオを執筆し、 それから、関の五本松、松江、出雲を旅行した。旅行から戻るとすぐに三村と、二度目の前身座との、提携作品となる、高知山総春のシナリオを執筆し、2月から4月に、かけて撮影した。高知山総春は、松林白苑の講談、天保六花船をもとにした、川竹木網の歌舞伎演目。 天衣分上の初花を自由に改変した作品で、長十郎を演じる役ザ者の高知山宗春と、伊藤恵も演じる金子一之将が、命をかけて二人のマドンナ的存在である娘を、守るという物語であるが、批評家の評価は、あまりかんばしくなかった。高知山宗春撮影中の3月、日本映画の代表的監督たちが、互いの親睦を図るとともに、 日本映画の向上に尽くす目的で、日本映画監督協会を結成し、山中も、その発足メンバーに名を連ねた。また、その前後には同じく発足メンバーの溝口健二、内田トム、伊丹万作などと知域を得た。5月には、大河内主演のお盆工業用映画、海鳴り街道のシナリオを、梶原金八で執筆し、6月から8月にかけて、撮影した。 海鳴海街道も、講談、天明白波伝中の稲葉小僧の物語を映画化した作品で、批評家からは、トーキーによって、講談の世界を再構成したに過ぎないと指摘され、その評価は、山中作品の中で最も低かった。この前後には、小木原の監督昇進のために、お茶漬け侍のシナリオを執筆し、さらに未完のシナリオ、荒木又絵門を、 萩原の監督二作目にするため完成させた。一方、自分の監督作については、日活へ、三好重郎原作の、キラレのセンタの映画化を申し込んだが拒否され、その次に企画した、国枝漢字原作の、浮きなしゃみせんも実現せず、結局同年秋は一本の監督作を作ることが、なかった。山中の遺作となった、人情史風船のポスター。 山中はこの作品の風切り当日に召集令状を受け取った。海鳴り街道の不評により、山中はスランプに陥ったとみなされるようになった。秋山によると、この頃の山中は、ワイモアカンネととろするほど苦悶していたという。それと同時に、カジュ八ラ・も、ナルタキ・が目指した、時代劇の神経式や内容がパターン化し、 その存在理由が薄れて、行き詰まりが見えてきたことに加え、萩原が監督に昇進したり、滝沢が東京へ活動拠点を移したりするなどして、メンバーが参加し始めていた。そんな中、すでに東京の空気に触れていた山中も行き詰まりを打開しようと東京へ出たがるようになった。滝沢によると、山中は小津や清水などと深く交際すればするほど、 東京行きへの気持ちが強まり、東京へン,ンとアカウント、口癖のように言っていたという。1936年8月、全身座が映画制作の提携先を、日活から東京の PCL 映画制作所へ移転した。PCL は東京へ移転した滝沢の入社先でもあり、同年10月に山中は滝沢の入社第一回作品で、 全身座と PCL の初提携作品となる戦国軍東電のシナリオを執筆し、単独執筆ながら、梶原金八名義とした。この前後に山中は全身座から PCL 入社を強く要請され、同年末までに PCL 入社の仮契約を交わした。 この頃に、日活での最後の作品となる森の石松のシナリオを執筆し、翌1937年1月に撮影を始め、3月に完成した。森の石松は生きがってヤクザになった森の石松が、抗いぬ運命の中で斬死するまでを描いており、石松が滅多切りに殺される、ダストシーンの生産さは人々に強烈な感銘を与えた。 1937年3月、山中は森の石松完成後に日活を退社し、4月1日付で PCL へ入社するため上京した。しばらく旅館住まいを送った後、滝沢と赤坂区青山南町の借屋に同居し、やがて監督志望で上京した老いの加藤康氏も同居した。東京へ出てきた山中は野球やラグビーを観戦したり、 新劇の新京劇団や全身座の舞台を鑑賞したり、舞夜のように銀座で飲み歩いたりして、東京生活を満喫した。滝沢によると、山中は子供のようにはしゃぎ、見るもの、聞くものすべてが楽しそうだったと言い、東京はええわ。東京へ出てきてよかった。俺は二度と京都へは帰らんと言ったという。同年3月中に、 山中の PCL 入社第一回作品は人情紙風船と決まり、三村にシナリオ執筆を依頼したが、三村が書き上げたシナリオはあまりにも長すぎたため、山中が箱根温泉で開港を行い、6月にようやく完成校が仕上がった。撮影は6月下旬から7月下旬にかけての1ヶ月間で終了した。人情紙風船は木編みの歌舞伎演目。 梅雨こそで昔八条が原作で全身座がユニット出演した。作品は大商人と結託したヤクザの親分の花を明かすために大商人の娘を誘拐した神誘一心さんとその誘拐の片棒を担いだ就職活動中の老人の物語を中心に貧乏長屋の住民たちの人間群像をペシミスティックに描いている。 キネマ旬報ベスト10では7位に選ばれたが、これまでの山中作品とは異なる陰惨な内容だったため、批評家からはその雰囲気に同調できないとの声が上がった。後年には、それが、軍国主義が台頭し、自由主義が閉塞する暗い世相に対する小市民の感情や山中自身の心境を反映したものと分析された。1937年7月、 人情紙風船の撮影中に露光橋事件が勃発し、日中戦争が始まった。山中はスタッフたちと召集の心配をしていたが、同年8月25日の人情紙風船の風切り当日、撮影所で完成死者を終え、芝生で雑談をしていた山中の元にも召集令状が届いた。その場に居合わせた。 岸松尾によると、招集令状を受け取った山中はタバコに火がつけられないほど手を震わせていたという。その翌日、山中は、小津の自宅を訪れて、祝杯をあげたが、一向に気分が晴れず沈黙が続き、小津が励ましの冗談を言っても話は弾まなかった。8月27日に、平安神宮で、出生総公開が行われ、8月31日には、 伏見の第16師団不評第9連隊に陸軍風評五長として入隊し補充部隊第3中隊に編入された。その10日後には小津も召集され山中よりも先に中国へ出征した。10月8日、山中は前身座の人たちに見送られながら神戸港から運送船に乗って出版し、10月17日に中国の大湖に上陸した。その後、 石火層を経て、ネイスムへ入り、そこに駐屯する北品方面軍、第二軍の、第十六師団不評第九連隊第一大隊第四中隊に編入され、その中隊の、第三小隊の第二分隊長に任命された。三中の所属する、第十六師団は、第二次上海事変のため上海派遣軍に編入され、大連から船で、上海方面へ進み、 第三小隊の任務とする弾薬輸送隊の援護を務めた。すでに上海は中国軍が退却した後であり、第十六師団は南京攻略戦のため南京を目指して大陸内洋へ進行した。山中の第三小隊も戦闘部隊として泥まみれになりながら悪路を行軍し、常塾、無釈、上州、金壇、公用を経て、12月9日には、 南京城外の資金山に到達し、山頂へ突撃するため最前線に立った。12月15日に南京が陥落した後、山中の第三小隊は、紅葉に駐屯し、そこで新年を迎えた。1938年1月12日、山中の元を小津が訪ねてきた。二人はわずか30分の面会時間でたくさん語り合い、日本映画監督協会宛に、 南京であって、お互いの無事を喜んでおります。小津安次郎、悪運の強いのが生き残っています。山中佐夫と寄せ書きをした。二人は、今度会う時は、東京だと手を握り合って別れたが、これが二人の最後の対面となった。2月19日、第16師団が、北品方面軍第一軍に編入されたことで、山中は、部隊と共に、紅葉を出発して、 河北省へ向かい、3月から4月にかけて、河北最低作戦や、占領地の粛清作戦に参加し、その間の4月1日には軍曹に昇進した。4月18日には戦地に持ち込んでいた、従軍機と題したノートに衣装をしたためている。そこには次のようなことが書かれていた。例陸軍不評語長としてはこれ男子の本会、申し置くことなし。 例日本映画監督協会の一員として一言。人情史風船が山中貞夫の遺作では血と寂しい。負け惜しみにひず。例最後に先輩友人書士に一言良い映画をこさえてください。以上4月24日からは、助手海戦に参加し、5月19日の助手、占領後は、老海戦争を精神して追撃戦に参加した。6月12日には、 中国軍が黄河決壊事件を起こしたことで、河南省の大部分に黄河の洛水が流れ出し、山中たちは約1ヶ月間、ふんどし一丁の裸になって、洪水地帯で戦闘に従事した。しかし、その時に洛水を飲み込んだのが原因で、急性腸炎を発病し、7月19日に開封市内の第16師団第2野戦病院に入院し、8月には、 同市内の第5師団、第二野戦病院に転送された。病状は一向に良くならず、8月15日付の井上宛の手紙には、下痢がひどいと書いていた。9月2日には、開封野戦予備病院へ移り、第28班患者療養所に収容された。収容時の山中は、食欲不振で栄養が足らず、類想甚だしく、重体とされた。 9月7日頃には病状が落ち着いて経過良好となりつつあったが、9月17日午前6時半頃に突如病状が悪化し、同日午前7時に死亡した。万28歳だった。1938年10月4日、山中の不報は京都の現代から発表された。山中の死は同時代の映画人に深い衝撃を与え、稲垣は山中の死は 全映画人が悲しんだと述べている。不報は、信用しにいた、小津のもとにも届き、山中の死が、とても信じられないと述べている。11月15日には、東京の芝の増上寺で、慰霊祭、九段の軍人会館で、山中貞田忍の部会が行われ、11月17日には、京都の今回光明寺でも慰霊祭が行われた。 12月23日に遺骨が京都へ帰ったが、白木の箱の骨壺の中に骨は入っていなかった。映画評論家の千葉信夫によると、遺骨は開封市内に埋められた可能性があるという。同日に山中を含む、純国有志に対する合同告別式が行われ、山中家の母大寺である京都市上京区の大友寺に骨壺が収められた。海名は、 指導員純さん、佐田こじ没後に、陸軍不評総長に進級した。山中の死によって、中心人物を失った、梶原金八は、自然解消となり、なる滝組の活動も停止した。1939年には、なる滝組メンバーが、山中の移行シナリオ、木山地三条、梶原金八名義で脚色し、 山中の追悼映画として萩原監督、全身座の出演で、その前夜のタイトルで映画化した。1941年6月には、山中の友人知人たちによって、新木団体、山中会が結成され、9月に同会が、大優寺の境内に、山中貞夫の日を混流し、小津が秘文を記号した。10月には、同会がその年で、最も意義ある仕事をした。 新人監督に送るために山中賞を設けたが、授与はわずか3回で中断した。以後、山中会は毎年命日を期して会合を行い、1971年に解散したが、1984年9月に三浦大志郎や黒木和夫らによって山中期として再開し、その時に開封の土が墓に埋められた。その後、山中期は、 京都在住の映画愛好家に主催が受け継がれ、現在まで、毎年命日の前後に大優寺で模様されている。高知山総春は、主人公のヤクザの総春や金子一の章を、現代の小市民と等身大の人物として描き、小市民映画的な日常生活の表現を取り入れた、曲げをつけた現代劇の一本である。山中の監督作品とシナリオは、 山中が執筆の中心にいた、梶原金八の作品を含めて、すべて時代劇映画である。その時代劇映画の特徴は、現代の小市民と同じような日常生活感や、庶民感情、または軽快なユーモアやペーストスを取り入れたり、セリフも従来の時代劇映画の、作用しからば、超ではなく、現代語の日常を会話に変えたりしたことで、 それまで、現代劇と完全に区別されていた、時代劇を、現代劇のような表現で撮影したことが、特徴的である。映画評論家のはずみつねおは、それを、現代の小市民が曲げをつけて、時代劇の雰囲気に住んでいると表現している。こうした特徴を持つ山中と、梶原金八の作品は、曲げをつけた現代劇と総称されており、特に山中のそれは、 時代劇の小市民映画とも呼ばれている。小市民映画は1930年代前半に流行した小市民の日常生活や庶民感情を主題とした現代劇映画のことである。山中の時代劇の小市民映画は小市民映画の代表的監督で進行のあった小津安二郎作品の影響を受けており、その題材やスタイルを受け入れて創造したものである。 このような山中の時代劇の小市民映画の作風が確立し始めたのは風流活人圏あたりからであり、はずみはその主人公である長屋に住む失業浪人の中に現代人の憂鬱と無気力が反映されていると指摘している。それ以後の国さ中寺、丹下左膳よは百万両の壺、町の入れ墨者、高知山総春、人情史風船などの作品は、 江戸時代の庶民たちの生活、特に長屋の住人たちの生活や人間群像を描き、そこに小市民映画的な特性を与えており、映画史研究者の山本菊夫はそれらの作品群を長屋物と呼んでいる。しかし、風流活人圏以前の作品である、磯野源高江根の長脇雑誌、小判しぐれなどの流れ物のヤクザを、 主人公にしたまたたび者にも、現代の小市民の感情や思想が反映されており、小市民映画的なスタイルが見られることが指摘されている。山中や梶原金八は、曲げをつけた現代劇を試行するために、従来の時代劇映画とは異なる登場人物を造形した。従来の時代劇映画の主人公は、英雄豪傑や、封建的な侍の忠義を尽くす人物や、 伊藤大輔作品に代表されるような行々しく、都合を共感するニヒルで、反抗的な人物である場合が多かった。山中や梶原金八はそれに対するアンチテーゼとして、長屋の住人のような庶民や、侍の忠義にとらわれない老人やヤクザなど、姿勢のどこにでもいるような人物を、主人公にし、それも明るくて現代人と同じような人物として、描いた。 映画評論家の佐藤忠夫は、山中作品の登場人物のタイプは、才気や度胸があり、人情やユーモアをわきまえた、粋な人物であると指摘し、そのような描き方で、時代劇の登場人物に現代に生きている人間と、同じデリケートな感情を通じさせたと述べている。山中はそれまで、反逆的な悲劇の英雄として描かれてきた。 国貞忠ただ春や丹下左膳のような人物でさえも、国貞忠中丹下左膳には百万両の壺で姿勢の庶民と、同じような人物に変容して描いている。特に、丹下左膳には百万両の壺では、伊藤作品などで悲壮な会見師として知られた左膳を、女房の経営する、野場の用心房として、紐同然の生活を送り、女房の尻に敷かれながら、 孤児の世話に役、ユーモアのある子供好きでお人よしの庶民的な人物として描いている。丹下左前世は百万両の壺のいくつかのシーンでは、逆手の和術と呼ばれる映画和術が使用されている。山中のサイレント映画時代の作品では、インタータイトルを単に会話字幕や説明としてではなく、画面と同質の機能を持つショットとして扱い、 その字幕を画面とリズミカルに交互に組み合わせるという独自の映画話術を確立した。その特徴は、会話字幕を75兆にし、5時や7時程度の句ごとに字幕を分割して画面と組み合わせたことであり、それによって独特の韻律、同感、情緒を作り出した。例えば、磯野玄高かえねの長脇差しで、主人公が喧嘩相手の元へ走っていくシーンでは、 矢切一家に、助っ人一人、日立の国は、茨城の軍、宿の生まれ、磯野、健太郎だ。という主人公の名乗りを表現した、分割字幕と、土手の上を走る、主人公の移動撮影の画面を交互につないでおり、映画評論家の茂野達彦はそれによって、斬新なスピード感とスッキリとした心良いリズムが、作り出されていると指摘している。 小番しぐれの分割字幕と画面の組み合わせは、山中の映画話術の有名な例であり、加藤康氏は、今日なお、無声映画を語る場合、その時代劇映画を語る場合、伝説的にさせなって語り継がれる名場面と述べている。それは、江戸を荒れた、主人公が川へ飛び込み、その時に、主人公の傘が流れていくというシーンで、流れて、流れて、ここは、どこじゃと、 孫集に問えば、ここは、新州中山道という民謡風の細分された字幕を、美しい山屋や街道などのショットと組み合わせることで、時間経過や空間の変化を表現するという方法である。山本は、この映画話術が、洋曲などに使われた表現形式で、旅の風景や、 それに対する真理を表現する未知公文のようであると指摘し、映像の同行文と呼んでいる。映像の同行文の性質を持つ字幕と画面の組み合わせは他の作品でも用いられており、例えば万国の一生で社会の欺瞞に遭遇し続けた主人公が旅をしながら古事きやインチキな五目並べに騙されるシーンでは、その映像を挟みながら騙されて、 また騙されて、火がくれるという75兆の字幕を挿入している。陶器時代の作品、丹下左膳与は100万両の壺では、坂手の話術と呼ばれる映画話術を使用したことで知られている。坂手の話術は、あるショットから次のショットへと場面を転換するときに、前のショットで、 登場人物が否定していた事柄を、次のショットでは肯定してしまうというように、逆手にショットをつなぐことでコミカルな効果を生み出すという手法である。この作品では、逆手の話術が5回使われており、例えば、丹下左ンがヤバを営む女房に客を送っていけと言われ、絶対に行かないとダバをこねて言い張るショットを示した後、次のショットでは左ンが客を連れて、 夜道を歩いている。山中は、時代劇映画に欠かせないチャンバラシーンや人を殺す、描写を、別の画面や小道具を使用して、間接的に描写することで、省略したり極度に抑制したりしている。例えば、磯野源太高か枝の長脇差しで、主人公が老人と争うシーンでは、刀で破れた障子の穴から覗くようにして、隣室の壁に貼られた錦絵を映し、 そこに描かれている様々な立ち回りの絵を素早いショット転換でつなぐことでチャンバラシーンを間接的に描写している。口笛を吹く武士で主人公が人を切るシーンでは人が切られて倒れるショットの代わりに月光の中を木の葉が落ちていく映像を挿入している。千葉信夫は山中の殺人シーンの間接描写による省略には 殺人を忌避する思想があったと指摘している。茂野も、入話な性格の山中にとって人を殺す描写を生々しく見せるのは好ましいことではなかったと指摘している。山中は小道具を、時間経過や画面転換などの映画話術の方法や、登場人物の性格や、生活環境を表現するための手段として使用した。例えば、風流活人権では、 坂の収集癖がある老人が集めた坂を、ある時は部屋に並べられる坂の数が増えることで、時間経過を表現したり、またある時は、坂の揺れ動くショットで臨室での立ち回りの激しさを伝えたり、さらには老人の明るい性格や気分を伝えるために、使用している。また、国定中寺では、 宿屋の女中の運ぶ食前が、泊まり客たちの人物紹介と物語展開への、スムーズな導入の役割を果たし、森の石松では石松が常にもて遊んでいる位置、文線が、石松の博打好きの性格を端的に表している、ことが指摘されている。山本は、このような小道具の使い方が、時代劇の小市民映画の日常性や、自然さを表現するために、 重要な役割を果たしており、それは、オズ作品の影響によるものであると指摘している。山中作品の構図は、人物や小道具を、画面の前景と後景に配置することで、遠近感と奥行きを持たせる、縦の構図を多用しているのが、特徴的である。特に前景に小道具、後景に人物を配置し、主題が、後景に来るような構図にしている。例えば、 小判しぐれで、主人公に思いを寄せるヒロインが追走に吹ける。シーンでは、画面の後継にヒロインを配置し、前景には時間経過を表現するろうそくを配置している。口笛を吹く武士で、主人公が人を切った後のショットでは、前景にとっくりを大きく移し、主人公と死体は、後継の遠い位置に配置することで、前述した殺人描写の抑制を効かせている。 山中作品のセットは、縦の構図を生かすため、画面の左右に縦位置で長屋などの建物が並び、中央の路地の奥に、大通りが T 字型に通じているものが多く、そのセットの中で、登場人物を、奥から手前へ、または、手前から奥へと前後に動かしている。アメリカ映画、グランドホテルは、山中の、国定中寺の物語形式に影響を与えた。山中は、 子供時代から熱心なアメリカ映画のファンであり、自身の作品にもアメリカ映画から得たアイデアをたくさん取り入れている。例えば、磯野源高楓の長脇雑誌や小判しぐれの雰囲気描写や殺人シーンの間接描写はルーベン・マムリアン監督の死外で用いられた表現技法を演用しており、国定中時ではエドマンド・グールディング監督のグランドホテルの影響を受けて、 ホテルなどの特定の場所を舞台にして、そこに集う、人間群像を描く、グランドホテル方式という物語形式を導入した。タイゲサゼンヨア100万両の壺における逆手の話術も、スティーブン・ロバーツ監督の、頑固の果てで用いられた技法を踏襲したものだった。山中作品には、アメリカ映画からストーリーを参考にしたものが多い。ガンタロー街道は、フランク・キャプラ監督の、 ある夜の出来事を本案した作品である。さらに、タイゲサゼンヨア百万両の壺は、カンコの果て、街の入れ墨者は、エルン・ストルビッチ監督の、私の殺した男と、エドワード・スローマン監督の、フランダースの犬、森の石松は、ウィリアム・ウェルマン監督のギャング映画、民衆の敵とジョン・フォード監督の、男の敵から、それぞれストーリーのヒントを得ている。 映画評論家の滝沢はじめは、山中のストーリーテリングが、ダグラス・フェアバンクス主演の活劇映画の作劇術の、国宝を踏まえており、それに、アメリカのコメディ映画のテクニックを取り入れて、コメディタッチなものにしていると指摘している。山中は、アメリカ映画だけでなく、ヨーロッパ映画からも影響を受けている。人情史風船は、ジャック・フェデー監督のミモザカを下敷きにしており、 同作を含む1930年代のフランスの私的リアリズム映画から第二次世界大戦前の閉塞感を反映したペシミスティックな人間描写の影響を受けている。山本によると山中は日中戦争従軍中にジュリアン・リュビビエ監督の私的リアリズム映画地の果てを行くをヒントにして戦争映画を構想していたという。また、 映画評論家の相川楠彦は、小笠原き守るにおけるリズミカルな画面転換の方法が、セルゲー・エーゼンシュティン監督作品などのソビエト映画の影響を受けていると指摘している。山中は自ら撮影でカメラアングルとポジションを決め、編集も自分で行った。演出のための絵コンテを描くことはなく、頭の中で絵を描きながら演出した。 三中の演技指導は、俳優に根本的な指示を出すだけで、具体的に、こういう風にやれとか、ああいう風にやれとは言わず、後の細かいところは、俳優の思うままにやらせてみて、それが良ければ、OK を出すというやり方だった。三代目、中村勘右衛門は、三中の演技指導が、自分の演出の根本の方向へ、極めて自然に各自の技能に応じて、 自然に引っ張り出していた。枠の中で押し込めなかったと述べている。山中がコンビを組んだスタッフやキャストには、脚本の三村慎太郎、カメラマンの吉田聖太郎、俳優の大川千封二郎、嵐勘十郎、片岡千恵蔵四代目、河原崎長十郎や中村勘右衛門などの前身座の俳優がいる。山中は早鳥の監督であり、特に、 中抜きという演出方法で撮影の効率化を図ったことで知られる。中抜きはあるシーンを撮る場合にそのショット割に従って順番通りに撮影していくのではなくそのショット割に同じカメラポジションのショットがいくつかあったとしたらそれらをまとめて先に撮ってしまいその後に別のカメラポジションのショットを撮影するという方法のことであり それによってカメラや照明を移動させる手間が省けた。この方法は後のテレビ撮影などで常識的に用いられたが、1930年代当時はほとんど行われておらず、山中が取り入れてから普及し出すようになった。加藤によると山中の中抜きはワンシーンの中だけでなく、そのセットでのシーンが数回あったとしたら、その全シーンの 同じカメラポジションのショットを、たとえシーンが飛んでいようと、全部先に撮ってしまい、一旦据えたカメラをなるべく動かさないようにしたという。中抜きだと、シーンやショットを飛ばして撮影するため、俳優たちは、自分の演技やセリフが、どのシーンで、どのようにつながるのか検討がつかず、ヘキエキしたが、山中の頭の中にはショットを組み立てる計算が全部、入っており、 編集時に混乱せずにぴったりとショットを合わせることができたという。山中は人柄が良く誰にでも好かれるような人物であり、そうした人間性で多くの映画人から敬愛された。内田トムは山中ほど人に愛され、親しまれ、信頼された男は稀であろう。誠実で嘘がなく、しかも味があると述べている。伊丹万作は 日本の監督の90%を、私は、新しい知域として得たし、この中には随分偉い人も好きな人もあるが、まだ三中ほど愛すべき人はいず、三中ほどの交換もいないと述べており、わずかに三回やうちに三中を好きになったという。野田交吾も山中が、一度会っただけで、もうすぐその場から好きになれる人だったと述べている。そんな三中は、極端な、寂しがり屋で、 人懐っこいところがあった。そのためにぎやかなことが好きで、酒を飲んだり、野球を観戦したり、映画を見たりするときなど、どこかへ行くときはいつも友達と一緒だった。また、山中には子供っぽいところがあり、無邪気に冗談を言ったり、いたずらを仕掛けたり、人をからかったりするのが好きな茶目っ気のある人物でもあった。深見藤子によると、山中は、 年中ふざけてるような感じで怒ったりすることはなく、周りの人たちから、おっさんという愛称で呼び親しまれていたという。その一方で、無口で恥ずかしがりやな一面があり、あまり明確に自分の意思を表したりはしなかった。そのためもあって、山中の語録は少なく、衣装を除くと、自分の反省を解雇したり、自作を解雇したりする言動をほとんど残さなかった。山中は、 女監督時代に、シャドウザタフというペンネームを名乗った。シャドウというペンネームは、英語のシャドウから取ったものであるが、呼びにくかったため、周りからは、シャスグルヤン、シャドウヤンもしくは、スナドウヤンと呼ばれた。シナリオライターとしてデビューしてからは、本名の山中貞ダで活動したが、女監督時代を過ごした、巻のプロの書員たちは、シャドウの本名が、 山中夫であることを知らなかったため、磯野玄高概念の長脇差しで監督デビューすると、この評判を聞いた、牧のプロの人たちから、広志プロに、山中夫って素晴らしい監督が現れたそうやぜ。山中夫ってどんな人や、砂戸を紹介しろよと言われたという。監督デビュー後は、広瀬五郎監督の、恋と十手と巾着切れのシナリオ執筆で、 阿古三之助というペンネームを名乗った。山中は長い顎の持ち主として知られた。八ヒ富士は、山中の顔と顎の印象について、本当に長い顔だった。長すぎる。特に顎が、それは余計だと言いたいくらい長かったと述べている。岸松尾は、山中の顎は一度見たら忘れることのできぬ味を持っていると述べているが、山中は、 自分の顎のことを言われるのが好きではなく、山中の前でからかい気味に、顎のことを口に出すのは禁物だった。一方、助監督時代の友人の吉田新造によると、山中は、自分の顎が長いことを話題にされると、よく規制を張り上げ、左手で顎を押さえ、右手を大きく開きながら、白や弁、重労の主人公が、自分の鼻を自慢するときに言った。 俺の兜の流氷というセリフを言っていたという。また、騎士によると、山中は、照れるとすぐ顎を撫でるのが癖だったという。山中はその顔の長さで、同じ風貌の小説家の武田林太郎と間違われる、ことがあった。稲垣博士によると、あるバーで、山中が、先生、先生と、大もてし、天下の色男とこぶって椅に入っていたところ、 武田と間違われていたことが分かって、悔しがったという。山中が銀座を徘徊するようになった時も、武田と間違われたが、この頃に、銀座の酒場に出入りしていた、武田も円卓の運転手から、今度は、何の撮影ですかと聞かれたという。また、山中が、愛知県鎌坊里の旅館に泊まった時には、宿町に、山中貞夫と書かれてあるのを見て驚き、 女中に聞いたところ、顎の長いところや原稿を書いていたなどの点で、いたずらの主が、武田だと分かり、憤然として宿町に、武田凛太郎と署名したという。山中は、銀座の酒場で武田と知り合い、その後、武田の小説を山中が映画化する話もあったが、実現はしなかった。昭和初期の日本映画の監督には、当時流行した。 コールマンヒゲを生やした人が多かったが、山中も、小津安二郎との交友が始まった頃から口ヒゲを生やすようになった。稲垣によると、山中と同じく顔が長かった、伊丹万作が、井上金太郎から、ヒゲを生やすと顔が長く見えなくなると教えられて、口ヒゲを生やすようになったが、この説は、小津の受け売りだったといい、山中もこの説の影響を受けて、 口ひげを生やすようになったのではないかと考えている。山中は映画監督という職業柄とはいえ、映画を見ることが大好きだった。滝沢英介によると、山中はいつも映画のことばかり考えていて、戦地からの手紙にも必ず映画のことが書いてあったという。外国映画は残らず見なくては、気が済まず、京都の松竹座で毎週作品が変わるたびに、 外国映画を見に行った。とりわけ西部劇や活劇映画が好きで、騎士はテキサスの平原をシックするカウボーイの勇ましさに、中学生のような拍手を送る人物だったと述べており、さらに映画の上映中にはノートを用意し、参考になる箇所を書き留めておくことを忘れなかったという。山中はスポーツと名のつくものなら何でも好きだったが、 運動神経は悪く、いつも感染する立場にいた。そんな山中が特に好んだのが野球とラグビーだった。野球では六大学野球が大好きで、東京帝国大学投手の梶原秀夫のファンだった。鳴滝組が名乗った、梶原金八のペンネームも、梶原秀夫が打率7割以上のリーディングヒッターだったことから、山中が10本のうち7本は当たると演技を担いで、 発案した。1937年に東京へ移転した時には、今までラジオで観戦していた六大学野球が、神宮球場で見られると言って喜び、指定席の年間パスを購入し、神宮球場近くの青山に住居を定めたが、同年秋に召集されたため、実際に観戦できたのはその年の春のリーグ戦だけとなった。 ラグビーでも熱心なファンだったが自分ではやらなかった。学生時代にはラグビー部に所属していたが、本選手にはならず、補欠を通した。自作にもラグビーの要素を取り入れることがあり、例えば、万国の一生でスイカ畑の番入をする主人公が、スイカ泥棒に襲われるシーンでは、スイカの奪い合いをラグビー試合に見立てて描いている。また、山中は酒も好きで、 深みによると、酒を飲みながら、仕事をすることもあったという。タバコに関しても、チェリーを片時も話したことがないくらいの愛演者で、騎士によると、戦争へ行った時はタバコにこと書くことが一番、辛かったと言っていたという。他にも、山中は、カメラや爪将棋を愛好した。カメラは、 昭和初期の映画人たちの間で流行っていたもので、山中の痛みがカメラを持っていることを知ると、すぐにコンタックスを購入して、撮影に熱を入れ、友人たちと旅行に行くたびにコンタックスを携行し、日中戦争時も戦地にコンタックスを持ち込んだ。詰将棋は問題を解くために夜を明かすことがよく、あるほど凝っていた。山中は、 諸女作、磯野源太高絵音の長脇差しで、いきなり映画評論家の岸松尾の賞賛を受けたことから、一躍日本映画界の新進監督として、脚光を浴び、その登場は、彗星のごとくという言葉で表現された。映画評論家の松井敏夫は、監督3作目の、 小笠原行き守るの映画表で、わずか3本の作品で堂々映画第一戦に乗り出してきて、映画批評家に同目された者は彼を置いて、外にはいないであろうと表している。映画評論家の大塚京一は、1933年に、山中を、日本映画界全体の最も有望な監督の一人、と呼んだ。そんな山中は、小津安二郎と並ぶ1930年代の、 日本映画界の代表的監督とみなされ、その若さや再起、評価の高さによって、天才監督、不正出の映画作家と呼ばれた。千葉信夫は、山中が、同年代の黒沢明や木下圭介などよりも、キャリアが、圧倒的に早く、かつ溶接したことから、戦後世代の人たちにとっては、伝説や、神話のような存在になったと述べている。 映画史的に山中は、梶原金八作品を含む、曲げをつけた現代劇を通して、時代劇映画に現代的な感覚とスタイルを取り入れ、その近代化と革新をもたらした監督として、同時代の稲垣博士や伊丹万作と共に評価されている。特に批評家からは、巧みな映画話術や史的な画面構成などの映像形式を高く評価されたが、それゆえに、 形式主義者とみなされ、形式を追求する、あまりに思想や、内容のつかみ方が弱いと批判されることもあった。詩人で、映画評論家の北川冬彦は、山中を、陰文作家と呼び、画面と画面の組み合わせにより生じる、意味よりも、リズムや、流動美などの、音を重視する作家であると批判的に評価している。映画監督の新藤兼とは、 山中を尊敬する映画監督と呼び、万学の一生を見て映画化入りを志したと述べている。市川コント、黒木和夫は山中を好きな監督に挙げており、特に黒木は山中を主人公にした劇映画、ロングロングワゴンを長年構想していた。1995年にキネマ旬報が発表した映画人選出による日本映画オールタイムベスト展では、 人情史風船が4位、丹下佐禅よは100万両の壺が9位に選ばれ、同時に発表された、日本映画監督ベスト10では山中が9位に選出された。2009年に同志が発表した、オールタイムベスト映画遺産200日本映画編でも、丹下佐禅よは100万両の壺が、戦前作品で最高位となる7位に選出された。山中貞夫作品集。 全一巻の山中貞夫監督作品目録と監督山中貞夫の山中貞夫年譜によるフィルムの現存状況山中が5年間の監督生活で発表した作品は26本あるがその多くは消失または消失しており今日までフィルムがまとまった形で現存するのは丹下左前世は100万両の壺高知山総春 人情紙風船のわずか3本しかない。その上、丹下左前は100万両の壺の原存フィルムは、戦後再公開時に GHQ の検閲でクライマックスのチャンバラシーンがカットされた不完全版であり、後に、そのカット部分はわずか約20秒のガングフィルムで発見された。2020年、国際交流基金と各映画会社の共同事業として、 現存する3本の 4K デジタル修復版が作られ、同年の第33回東京国際映画祭の日本映画クラシックス部門で上映された。数秒から数分程度の断片フィルムだけが現存する。作品は複数本存在する。京都のおもちゃ映画ミュージアムには、ネズミ小僧、ジロキチ中変動中の巻、国貞中治、関野矢立っぺの、 ガングフィルムが所蔵されている。国立映画アーカイブは、小笠原駅守ると、風流活人権のガングフィルムと、応援監督作品、大菩薩峠第一編高原一刀流の巻の不完全版フィルムを所蔵しており、プラネット映画資料図書館は、海鳴り街道のガングフィルムを所蔵している。磯野源太高か枝かの長脇差しと、怪盗白刀金の、 断片フィルムも残されており、2004年発売の山中貞夫日活作品集 DVD ボックスの映像特典として収録されている。また、松田映画社が所蔵し、山中の原尊フィルムやスチル写真を集めた、ああ山中貞夫、山中貞夫作品集には、磯野玄高かえねの長脇雑誌、関の矢立っぺに加えて、薩摩美脚健康愛欲編の断片映像が、 含まれている突起がない限りは、山中貞夫作品集、全一巻の山中貞夫映画化シナリオ目録と、監督、山中貞夫の山中貞夫年譜による、ありがとうございます。